様です。かんきむですね。じゃじゃーん、こちらですね、結構 YouTube で見かけた方多いと思うんですけど、じゃん、こちらのかき氷スライミとソフトクリームスライミとね、このスライミ Q っていうね、この種類の普通の作るやつは多分見たことあるかもしれないんですけど、このロゴねの袋のまま作れるスライムになっています。これね、しかもわかる、袋のまますぐ作れるって書いてあるんだよ。そう、というわけでですね、今回はこの3つを早作りしていこうと思います。イエーイ。その前に一回練習で1個だけ作りたいと思います。このソフトクリームかき氷あるんですけど、これね、なんと100円 ?80 円ぐらい安くね、鹿児島の AZ に売ってたんですね。マジと思って買いました。で、なんかこっちはね、2つの液を混ぜるだけって書いてあるんですけど、こっちは3つの素材を混ぜるだけって書いてあるので、多い方をね、早作りにしたいと思うので、ちょっとソフトクリームの方をちょっと練習していこうと思います。早作りのね。で、ちなみに560円でした。安くない？鹿児島に住んでる皆さん、ぜひ行ってみてください。はい、というわけでですね、早速これだけ作っていこうと思います。小さい子は大人の方と作ってください。さあ、中にですね、こういうカップが入ってて、中にはよいしょ、ソフトのスライミー、香りの液、チョコっていうのと、ふわふわ魔法の液って書いてあるの。なんかふわふわ、ほんとに。と、これさ、めっちゃ初めてなんだけど、このシートですね、シートを引いて作っていきたいと思います。で、このカップでね、作るそうです。なので、割り箸を用意してくださいと書いてあるので、ちょっと割り箸持っていきたいと思います。というわけで、割り箸と書いてあったんですけど、このヘラちゃんを持ってきました。では早速作っていきます。まずですね、この魔法の液を塊がなくなるまでよく揉みます。ダマがなくなるまで。これもさ、ちゃんと揉まないと失敗しちゃうからね。そしたらですね、これをね、ハサミで切って開け、素早く中身をカップに入れます。素早くわかった。頑張る。素早くね。オッケー。素早く、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 素早く。はい、そしたら、このチョコの液も、同様に、ハサミで切って、うわ。入れて、しっかり混ぜ合わせます。中、こんな感じ。それでしっかり混ぜ合わせる。待って、固まってきた。あ、待って、チョコめっちゃいい匂いなんだけど。チョコに多分放射が入ってんだかな。完全に液がなじむまで混ぜる。匂いがめっちゃチョコ、やばい。というわけでですね、皆さん混ぜ終わりました。じゃじゃん、完成。イエーイ。ちょっとちぎれる感じだね。でも、すごくクリーミーでもちもちした感じです。柔らかいというか、しっくりくる感じですね。ちょっと放射が多いのかな、なんだろうね。でも、滑らかさが抜群。やばい、これ。気持ちいい。イエーイ。わー。これね、保存できんだね。こんな感じです。イエーイ。そしたら、次は、これが本題ですよ、皆さん。かき氷のスライミーをね、早作りしていきたいと思います。では皆さん、早作りしていきたいと思います。いくよ。深呼吸、深呼吸。準備はいいですか？はい。いきます。よーい、スタート。中にはですね、ちょっと紹介しながらやらないといけないので、ちょっとこれ引いたままやってますんで、さっきの。はい。本当はこれもついてます。そしてですね、中には、かき氷のスライミー、魔法の液、氷の粒、香りの液、いちごが入っています。そしたらですね、まずですね、ここにですね、はい、はい、魔法の液をですね、これをですね、早い魔法の液を切ってこの中に入れていきます。じゃー、お、あ、なんか透明。そしたら、わかりました。氷の、やばい、これ間違えたら最悪だよね。氷の粒を開けて入れる。中見せて、一回ピロンとこういう感じ。遠目で見えない。それよーく混ぜます。みんなはどのぐらいでできると思いますか？頑張れ、ひまやばいこの早すぎるとかしたことないの。そしたら最後この香りの毛を入れていきます。じゃあ色がいいね。めっちゃ色いい。匂いがイチゴだ。みんなめっちゃいい匂い。かき氷っぽい。色も本当にかき氷の蜜みたい。どう？順調。このカレー完成。てんてん。2分。でもスライムキットにはして早くできてると思う。すごいよ。すごいね。待って。ジャリジャリ。ちょっと触ってみる。すごい。ジャリジャリでしょ。なんかこの感触良くない？そう、めっちゃいい。なんか2分ちょっとで作った割にはすごく綺麗にできてるよ。でしょ。ちなみにこっちは気持ちいい。そう、ちょっとね、全体的に固めのスライムなんですよね。でも感触がすごい面白いからいい。というわけでですね、最後にですね、今の結果2分23秒ぐらいだったということですね。じゃん、ヘラとこを一切使わない袋のまますぐ作れるスライムを作っていこうと思います。これそれで2袋あるんですよ。じゃあこんな感じでラメが入っているのとこれとこれを混ぜて紫にするのがあるんですけど、今回はどちらをママこれだったら対決できるママと。というわけでですね、ママと一回早作り対決をしていこうと思います。これママが紫を使ってひまがこっちのラメを作るんですけど、作り方はね、まずここをね、洗濯のりの方をこうギューって丸めてやるんですよ。こうやってギューってやるんです。そうするとですね、ここの仕切りが剥がれてこっちに行くらしいんですね。そしたらここが一緒に混ざるんです。そしたらそれでもみもみしてフリフリして完成ということですね。じゃあこれもどっちが早いか競争？そう。まず一回読むから。オッケー。ちょっと待って。剥がれない場合は大人に手伝ってもらいましょう。でパパ用意スタートって言って。じゃあさ、一つ言っていい？ママの意気込み。絶対勝つ。今の意気込み絶対勝つ。ちょっと待って。ファンデーションとか。なんか突然ね、ファンデーション塗ってくれって言ってね。そこはいいから。塗りに行ったの。今で鏡でめっちゃチェックしてたの。ね。ウケた？だってね。はいじゃあ。位置について。よー。スタート。ねえ、押さないで。なんでひまちゃん力が強い。なんでわかんない。できた。まずは最後のちょっとひまちゃん見せてよ、これね。でもまだだよ、これ絶対。全然まだあれだもん。まだ全然でやってからの意外に固まんないの。こっちにいっちゃったかな。固まんないけどね。固まってきて、私のターン。ずるい。フリフリ。ねえ、何なの？固まんないんだけど、マジで。これじゃダメなの？触ってみて、ちょっとアドバイスして。なってきた？対決ですよ、今一応。先輩に聞いたのよ、先輩に。パイセン。できた。最後。できた。勝たなきゃいけないから、もう最後はこう、もうほかろんばり。外は暑いけど。しょうがないでしょ。痛い。脂肪燃焼。あ、できた。見て。で、よし、これを外す。やだ、同時ぐらいじゃん。うん。ねえ、なんで力が強いの。あれ、全然切れない。はぁ？切れたけど。出します。できたー！イエーイ！ドーン！柔らかい。あ、すごい。ということでパパさん、今回の勝敗を決めてください。でもやっぱり指のパワーが違う。ちぎるのが早かった。その差だね、その差で負けた感じ。そうね。じゃあ沙織おこちゃん。じゃあちょっと判断します。触り心地はね変わんないね。触り心地変わんないけど、なんか見た目はこっちの方がやっぱキラキラしてるからな。ラメが入って可愛いね。そちら交換して。だってさ、よくすごいみんなもこれ気持ちいい。こっちの方が気持ちいい。こっちの方が気持ちいいですよ。こっちの方が気持ちいいですよ。え？いいね。じゃあ最後に音フェチからママからいきます。あ、ごめんなさい、失礼いたしました。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回はスライムキット早作り対決っていうか早作りをしたんですけど、これとかね全部気持ちいいから、ぜひ皆さんも作ってみてください。みんなはママとひまどっちが早いと思ったか、ぜひコメント欄にお願いします。しかもこれめっちゃ可愛いから、イエーイ。あ、ほんとだ、可愛いじゃない、めっちゃ気持ちいい。もし今度はよかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter とインスタとサブチャンネルのひまよる TV もよろしくお願いします。バイバイ、またみーてねー。混ぜます。3、2、1。